レッドブル、フェルスタッペンのチームリーダーとしての働きを称賛。マックス・フェルスタッペンとの契約延長に際して、レッドブルのモータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコは、フェルスタッペンのチームリーダーとしての仕事ぶりを称賛しました。リカルドの予期せぬ離脱によって、マックスはチームリーダーとしての役割を引き受けることを余儀なくされた。だが、彼はその役割を非常にうまく果たしてくれた。チームリーダーが突然いなくなると、もはや安全ではないと感じる可能性もあるのだが、我々はチームとして穴に落ちることはなかった。はい、このようなね、フェルスタッペン、はい、リーダーとして成長しましたみたいなニュースでございますが、はい、はい、まあ、2019年の走りっぷり、レースの仕方を見ても、まあ、車、なんていうんですかね、フィードバックがやっぱり他のドライバーとは違って、はい、やっぱりフェルスタッペンだからこそできるレベルの走りがあって、うん、それによって車にここ足りないよとか、うん、エンジンここ足りないよっていうのが、まあ、他のドライバーでは見えてこない部分が見えてくるっていうのは、はい、トップドライバーの一人としてやっぱすごいな、うん、それはホンダの人たちも言ってましたよね。なるほど。初めてやっぱりマックスとやって分かったことってたくさんあった。うん、それが一つそのチームの開発力というか、うんうん、チームを牽引するという意味では大きかったかなと思いますね。うん、あと、まあ、ね、結果もちゃんと出しましたよね。はい、しっかり。前半だけですけど。あと、ま、言動もね、まあ、結構、その今までやんちゃだったけど、うん、結構2019年はどっしりと落ち着いて、うん、やってましたよね。うん、前半だけは。なるほどね。なので、ちょっと後半戦は心配なんですけど。なるほど、はい。まあ、大丈夫かな。はい、まあ、でもこれだけ、その、切れた走りをするドライバー、はい、その一つ飛び抜けたドライバーのフィードバックが的確になってしまうと、はい、そこの領域で走れないドライバーが同じマシンに乗るってやっぱ大変ってことでしょ。またそっちに持ってくんですね、話を。うんうん、それはそうですよね。そう思っちゃうのもんだって、うん。そうそう。そのレベルの車を作り上げちゃうわけだから。うんうん、はい、そうだから、そうすると、やっぱりそうするとどうなんだ、結局チームとしての総合力って上がりにくくなっちゃうってことなの？それは違うの？まあでもやっぱりそのレベルの車を作るからこそ、そのタイトル争いができるパフォーマンスに至るっていうこともできるでしょうから、うん、だからその例えばガスリーにしてもアルボンにしてもポンと乗ってすぐに走れない、うん、ただ慣れてくれば速く走れる、別に多分マックスだってポンと乗った瞬間は速くなかったと思うんですよ、うん、そういう意味では。だけどずっと乗ってるからあの車に慣れて、レッドブルの車に慣れてて速く走れるっていうのはある。だから2016年に、まあ、シーズン中に突然トロロソからレッドブルに行った時は、うん、マックスもその自分が最初は適応できないだろうって分かってて、ね、ちゃんとそれはだからリカルドがやる方向に合わせて、自分がその無理に主張するんじゃなくて、リカルドがこういう風にやってる、こういう風にセットアップしてる、こういう風に仕事進めてるっていうのをフォローする。まずはそこから始めようって自分ではっきりそれはもう決めてやってたらしいんで。へぇー、あ、そうなの、すごいね。それで最初から早かったからすごいんですけど、うんうんうん、その辺だからやっぱ頭いいというか成熟してるから。うん、なるほど、なるほど。だからまあガスリーはちょっと最初ちょっと飛ばしてきましたよね。ああ、なるほど。まあそういう意味ではね、もう少しね、辛抱強く育ててあげてもよかったのかな、はい、とも思うし、うん、まあまあ、まあ、はい、アルボンボンかね。まあアルボンね、あの後半戦乗って、うん、まあ、ちょいちょいちょっと失敗もしましたけど、うん、まあでもガスリーよりは高いパフォーマンスを発揮してるんで、まあこれから慣れてきて、うん、ちゃんとそのシーズン前のテストとか、うん、じっくりこう、時間をかけて準備すれば、うん、2020年はもう少し高いレベルで、あの車に慣れて走ることができるんじゃないかなと、思いますけどね。はい。まあその辺も含めて、フェルスタッペンにチームリーダーとしての、はい、働きを期待したいっていうのも含めての、はいはい、マルコのこういうコメントだと思いますけどね。なるほど、なるほど。まあ、1ミリも響いてなさそうですけどね、本人。まあまあ、それはそうでしょう。なんか、我が道を行きそうですけどね。ね、はい、まあ、我が道を行ってね、まあ、来年は後半失速することないように。まあ、結果さえ出てしまえば、うん、やっぱりみんな結果出してくれるドライバーにはついていきますからね。うんうんうん、やっぱその特別なドライバー、チャンピオン争いするようなドライバーって、エンジニアとかチームが思ってる、うん、その車の持ってるパフォーマンスって、まあ、数字でわかるじゃないですか、はいはい、データ上で、うん。で、この車だったらコーナーはこの速度で走れて、うん、まあ、ラップタイムこのもんだよねっていうのはわかってるわけですよ。うん、で、まあ、その 100% に限りなく近いところを引き出すのは、はっきり言って F1 ドライバーだったらほぼ誰でもできる。ね、はい、そのレベルのドライバーしかいないんです、うん、あの20人は、ね。だけど、そこからさらに上、うん、もうエンジニアがその技術的な予想を上回る、うん、105% とかを引き出しちゃう走りをしてくれると、うん、うわ、こいつすげえってやっぱり、
なってみんなが惚れ込んで、まあ、そのみんなついてきますよねそこに、うんうんうん、そういう風にマックスは今なってるから、うんまあ、レッドブルのチームの中やっぱみんなマックスをこうバーって向きますよね、まあまあねうん、それを、まあ、これからさらにこう例えばぶつからないでちゃんと結果につなげるってことをやっていけば、うん、多分大丈夫なんじゃないかなと思いますけどね、うんうんはいまあ、太郎さんもね、F1 ライフのチームリーダーとして牽引していってほしいんですよね今のところそのそぶりはないというか今日も一日楽しかったよアルボンの方かいアルボンのポジションかよどうもありがとうまあいっぺんな